私の陶器制作について。北王子魯山人、朗読稲村徹。あるやんごとなきお方のご家紋に奉答した、私の言葉の要約を撤記する。あなたのなさっている陶器研究というのは、釉薬の研究が難しいのですか？それも一つでございますが、一番私の重きを置いておりますのは作行きでございますと申し上げたところ、作行きとはと重ねてご家紋があったので、土の仕事、すなわち土によって成り立つ成形上の美醜に関わる点において、芸術上から鑑みる観点であります。陶磁器はこの土の仕事が芸術的価値を十分に備えていることを第一条件とします。いかに美しい釉薬が塗布されても、いかに力ある模様が付されても、土の仕事が不十分では面白くないものであります。それに引き換え、土の仕事が芸術的価値を十分に備えます場合は、釉薬がかかりませんでも、少し曲がりまして出来損ねましても、初期の色卓が出ませんでも、もともと根本の土の仕事の作行きが良いのでありますために、三然として釉価値に光を放つのでありますと申し上げさせていただいた。そしてさらに現状した内容を撤記するとこうである。古来有名なる陶器はいずれもこの土の仕事が立派に芸術的要素を備える上に、さらに良き模様が良き筆者に描かれ、またその上に美しい釉薬がかかり、適当の施薬、適宜の無釉、あるいは紋彫りが施される。実例を挙げて言えば青磁、宋代に生まれた青磁鎮という、あるいは羽化天青という優れたる青色上薬のやかましい青磁も、所詮は土の作行きが良いための良き色であって、色の優れたるばかりではないのである。仮に宋の青磁の釉薬が現在に生まれ出たとしても、今の作家の力では何の問題ともならぬであろう。ただ色が美しいというだけであって、宋の青磁を尊ぶような尊び方はしないであろう。万歴石英にしても、コソメツケにしても、ないし朝鮮物にしても、いずれもいずれも土の作行きが良いということが根本価値となって光彩を放っているのである。古瀬戸しかり、古唐津しかり、仁政、剣山、木米、あるいは柿右衛門、いずれもいずれも土の仕事が根本的に芸術的要素を備えて有名であることは争えない事実である。そこで私は制作上必然の要求として、学者の欲求が常に収書にあるように、古より伝えるところの古陶名器をできうる限り従事し、与えられる限り広く古を見ることに努めている。釉薬の研究も大事であり、決して当館にならぬものであるが、この土の作行きを第一義として重く考えている。故に良い陶器を作ることは、別段にわざわざ構えて意匠の工夫を施すにも及ばない、目新しいというようなことを狙うにも及ばない。色においてもぜひともこうでなくてはと決めてかかるようはない。漫然と神器をてらうようなことはなおさら思うようもない。そもそも形における意匠、釉薬表面の色調、透け模様などによる賢しい働きは、主として理智のみによってできているのが現代の美術である。名は芸術とあっても、実は芸術でも何でもない。美の表現を基準とする知恵比べである。定点などの出品物を見ると、絵画と言わず工芸と言わず、
いずれも衣装図案の知恵比べである。色調を取り合わせの知恵比べである。このように作者の知恵比べのみによって毎年柄と模様と色調とが仰々しく取り替えられる。それだけの仕事が定点およびその他であるが、鑑賞家もまた作者同様に知恵を持って理智鑑賞をなすがために、ともかく一時的に現代美術は支持されているようなものの、本当のこと、芸術のことは所詮知恵の問題ではないのである。実は真心の問題であり、熱情の問題であるのであるから、長く後に残る作品は知恵のみで作ることはダメだということが明白になるのである。ところで今日の状態は別として、昔はいかに。昔はと顧みるとき、古の人はいかに考えても今の人よりは真心が多い。年代を遡れば遡るほど真心の持ち主が多かったことを幾多の事実が物語っているようだ。真心の仕事であれば未来永劫、昔の芸術が後の人の心を打つのである。仮に古の人の持った知恵だけを見ても感心するにはするが、何といっても根本は古人の真心と熱情になった点に我々後人は動かされているのである。私は全くこう信じているのである。だから私は古人の仕事を眺める。そうして古人の心を読まんとする。少しずつでも古人の心が読めてくると実に嬉しい。それというのは、自分も古人のように心で仕事をしてみたいと思うからである。そうして心の作品が生まれると、旗と膝を打たないわけにはいかない。古の人はこの調子だなと考えさせられる。こういうふうに理解が進むと、あえて創作などといって変わったデザインや変わった色を表す今の作家の態度が余計な苦労をしているように考えられてくる。創作は知恵が先じゃない、心が先だ。真心の発露だ。真心あって、それを助ける知恵が補佐役として付き従えばよいのだと感じる。借り物の知恵なんかはどうでもよいのだ。同じ知恵でも自然と自己の天分からにじみ出る知恵でなくては、もとより創作などと権威があるものは生まれるわけのものではないのだ。生まれつきの知恵のないものは生まれつきの真心を持って進めばよいのだ。正義無敵だ。祈らずとも神は守る。正直の頭に神は宿る。知恵はその上その上の限りがない。これを追うことは知恵のないことだ。真心は一つで二がない。まさに純一だ。だから純一の真心になる熱情をもってすることだ。それには敵はないはずだ。だから陶器を作るにしても別人と変わったことをすることはない。古人と変わったことを考える必要はない。言わんや古人の仕事は大概は行くところまで行っている。新規を競うものは古人の仕事が明瞭に見えないからである。無知なものは向こう水なことを平気でやることになるのだ。古に対して無学の所賛である。これを書について見るとき、顔真が日本と書いても、王陽順が日本と書いても、はたまた今の人たちが日本と書いても、大して形が違っているものではないのである。大体同じであって、どことなしに少しの違いがあるだけなのである。この少しの違いが、大なる相違をきたしている点が、
御仁の最も注目せなければならない観点であるのである。むやみに形ばかり変えてみたところでうまい字とは言えないのであり、うまい書としての要素とはならないのである。摂津大丞だからとて別段義太夫の不思議図を改変して語ったのではない。やはり世間並みの義太夫の節で語ったのである。今の円寿太夫にしても松尾太夫にしても大体は在来の清元であり時和であって、改変独自の節付けではないのである。つまり他の人と同じ仕事を同じ方法にやってみても、結果においては人次第で大いに相違を生じ、幾百千人中摂津一人を得意の名人となすとか、松尾円寿を出職となすなど、まさに注目すべきである。陶器においても楽家の楽茶碗のごときは長次郎以来数代を重ね、おのおの名を成しているとはいうものの、長次郎といい門工といい、この両人は特に出職であって、立派に芸術的生命を備え、特に秀でたるものを持っているのである。変化に乏しい楽茶碗、あるいは黒無地塗りの茶器夏目のごときにおいても、一つは芸術として三千たるものあり、一つは二足短門に足らざるものあり、驚くべき剣舞豪邸があるのである。このようなことはそもそも何がゆえであるかに考え及ばねばならぬのであるまいか。これに考え及ぶときにおいて発見されるものは他ではない。ただ姿は同じであり、柄は似たものであっても内容が違う。ただこれだけを発見するばかりである。これ以外には全く何物もないのである。この内容を解剖するとき、内容には先天的になる優れたるものが存在する。後天的に備わった優れたものが存在する。この二つの存在とそれぞれの程度をもって作す結果に様々な姿を表し、様々な工程を表すものなのである。だから私の陶器を作る場合における作行きに重きを置くというのは、自己の内容に重きを置くことであり、自己の心を作品に移さんとする願い事である。したがって模様や色は根本を飾るための補助に過ぎない第二義的研究とも言えられるのである。ただしこれは私の一個的作器観であることは言うまでもない。王家の方がなんとご特進がそばされたかは私の関するところではないが、この宝刀によってひたすら身に余る光栄を感じたことは真実に光栄であった。